でもなんか自由に生きてそうやもんな、上智は。まだめっちゃ若いよ。22。でも別に卒業する人あんまないやろ。就職する気はないけど、卒業したい。最終就職先に俺が残っとるしな。うん、迷惑やかもしれないルート一度残されとる。東京で暇って一番苦痛。行くとこないもんな。何したらいいんだろう。仕事。仕事しよう。上智なんか一緒にして俺とするか。ブロッコリーウバイスで届けてきて。あれでいいわ。ジョージちょっと俺でもなんかこう俺の関連するものとなんか一緒にこうやってもらうのありだと思って、自分のチャンネルで人気出た人とかを自分の関連する企業と絡ませることで成り立たせていくっていう、ジョージの考えとか俺、まあ、俺がコキ使っていくから。なんか新しいことしたいんですよね。3年ぐらいマネージャー、3年ぐらいマネージャーとかやってて新しいこともやってみたいな。あー、どっかでこうなんかやれるんじゃないかな。一応ちょっとこう広報として、広報としては優秀そうやん。お待ちしてます、うん、許可とか取る気もないから。お前あの勝手にスケジュール入っとる。卒業までにやりたいですね。上司と部下みたいな関係でもあるんで。僕の関連する事業の、まあ、何かしらなっていくと思うんです。これから勝手にスケジュール入ってる。そう。でもこれから多分何かしらあると思う。俺はいろんなことやっていくから、いずれだからこう何かやることなくなっていく。じゃあ俺がもう引っ込むから、給料もなんか最低賃金時給800円ぐらい。800円ぐらい。マックでバイトした方が高い。それで時給800円ぐらいで寮生活、4畳半。今の家を引っ越して、そう、家を引っ越して畳に引いてやってもらおうと。朝5時起きとか、うん、5時牛乳届けに来なくて俺。いやでもなんか楽しくなってくるな、こう上司との未来がどうなるかわからんから。嬉しい、楽しいって言ってくれて嬉しいです。使い方も分かってきたしな。だからすごいやつの前にかましとけばいいやん。かませ人として使っていくか今後。